8は、ルノー F1 が2008年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。テクニカルディレクターは、ボブベル。2008年の開幕戦から最終戦まで、実戦投入された。2007年のマシンである、R27 は、タイヤが、ミシュランからブリジストンに変わった影響を受け、苦戦に陥った。そこで、R28 は、重量配分を、 ブリジストンタイヤに合うように前寄りに変更した。フロントサスペンションは、ルノー独自の V キール方式を廃止し、新たに、ゼロキールを導入した。サスペンションアームの配置に無理が生じないように、モノコックのノーズ先端は、低めの位置に配置されている。R28 のノーズコーンフロントウィングは、中央部のみがくぼんでおり、ノーズから水平に伸びるステーが、 メインプレートに接続する個性的な形状となった。上部にはマクラーレン型のブリッジウィングが装着されている。サイドポンツーには流行のマクラーレン風フェンスは採用せず、ポッドウィングとチムニーダクトが独立した形式を維持した。ただし、ポッドウィングは小型化され、リアビューミラーとの一体化は廃止された。リアビューミラーは、 R26 と同様に、コクピットの脇に戻された。サイドポンツーン後端はより絞り込まれているため、エンジンカバー後端に F2007 風の排熱口が設けられた。シーズン開幕前のバルセロナ合同テストでは、レッドブルが初めて導入したシャークフィンをテストした。そしてスペイン GP からは、実戦投入されたが、バックオンボード映像からもわかるように、 かなり振動している。このフィンには、リアウィングに向かう気流の清流を担っていると思われるが、その振動による悪影響もあると思われる。その後、トロロッソに始まりフェラーリ、トヨタ、ホンダ、フォースインディアに採用された。バレンシアテスト時の R28、シャークフィンは、未装備ドライバーは、フェルナンドアロンソがマクラーレンから復帰し、 ルーキーのネルソン・ピケ・ジュニアとコンビを組んだ。シーズン序盤は、フェラーリ、マクラーレン、BMW ・ザウバーだけでなく、トヨタ、レッドブルの後陣をも敗する状態であった。しかし、アロンソが、第15戦シンガポール GP で優勝を果たすと、第16戦日本 GP でも連勝。最終戦のブラジル GP も2位表彰台で、締めくくった。ピケもドイツ GP で、 初めての表彰台を獲得した。コンストラクターズランキング争いでは、終盤トヨタを抜き去り、4位で終えた。順位は2007年よりも一つ下がったが、ポイントでは上回っていた。しかし、翌2009年、シンガポール GP で、アロンソの状況が優位になるよう、ピケが、チームの指示で故意にクラッシュしたという疑惑が判明する。2009年、ルノーは、 世界各地でデモランを開催した。同年の9月5日にはアロンソの出身地であるスペインのオビエドで行われた。全長 1.8km の仮設コースをルノー社やアロンソ監修のレーシングカート2008年の F1 マシンである R28 で走行した。このイベントには17万人もの監修が詰めかけた。ありがとうございます。